綺麗な桜ですね。桜がお好きですか？はい。ご存知ですか？桜の下には死体が埋まっているんです。死体ですか？桜の花が毎年こんなに綺麗に咲くのは、その下に死体が埋まっているからなんですよ。桜の花びらはね、本当は白いんですよ。雪みたいに真っ白なんです。じゃあなぜ桜の花びらは薄紅色か知っていますか？その木の下に埋まっている死体の血を吸っているからですよ。桜の下にいる人たちは苦しくないんですか？賭けをしましょう。賭けを？そう、賭けを。君と僕がまた会えたら。お客さん、電車が来ますよ。どちらまで行くんですか？お客さん、お客さん、ほら、しっかりしてくださいよ。まもなく一番線に上り電車が参ります。白線の内側まで下がってお待ちください。西村郁美23歳 OL、 死因は鋭利な刃物による失血死。容疑者は線路図体に逃走中。繰り返す、容疑者は線路図体に逃走中。
逃げ去った男の人相をもう少し詳しく。いえ、それが遠かったのでよく見えませんでした。唯一の目撃者なんだから、なんとか思い出してくれんかね。河野さん、地下鉄の中にこれから人を入れて捜査するのは始発時刻の関係で不可能らしいです。ラッシュに紛れ込んで改札を抜けられたらどうしようもないですね。どこまで計画的な犯行なのかな。じゃあ犯人は捕まらないんでしょうか。目撃者は君だけなんだよ。まもなく現場に到着します。はい。地下鉄に住んでいるわけじゃあるまい。地下で捕まえられなきゃ表で捕まえるまでだ。よろしくお願いします、ミレイさん。はい。大丈夫ですか？何者なの？その女。霊能者なんですか？僕も最初はそう思ったんですけど。ショックだったでしょ？あんなもの見て。あんなもの？人が目の前で殺されるなんて。どうしてそれを。忘れなさい、できるだけ早く。忘れてもらっちゃ困るよ。これからモンタージュの作成だ。あなたもですよ、ミレイさん。僕も最初は霊能力者かと思っていたんですけど。不思議だったわ。あの電車の中に鳥が飛んでいたのよ。鳥？あの鳥はあなたが飛ばしたの？ええ、僕は陰陽師なんです。ポストコグニションって知ってる？え？ポストコグニションですか？ええ。話には聞いたことがありますが、本当にいるんですね、世の中には。ええ、何？何？何？何の話？予知能力ってわかりますよね、北斗ちゃん。これから起きることが見えたりするあれでしょ？未来というか、これから起こることがわかる予知能力のことをプレコグニションって言うんですよ。ポストコグニションっていうのはこの逆です。この逆って、じゃあ、あの、亡くなられた方よりも頭半分高かったようでした。被害者の身長160センチプラス平均的日本人の頭のサイズの2分の1 12.5 センチをプラスして、被害者の女性は5センチのヒールを履いていたから、容疑者はあなたの見た感じよりも少し高め、170から175センチくらいね。切れ長の目、整った鼻、薄い唇、ストレートの短い髪、左耳だけにピアス。私は過去を見ることができる。その場所で過去に起こったことが見えるのよ。でも
過去が見えるって言っても。過去の時間は無限にあるって言いたいんでしょ？そう。確かに過去は無限よ。じゃあ一体どうやって？私はね、過去を目で見るんじゃないの。この指で見るのよ。指で？人が殺されたり、襲われたりするとね、その時の恐怖や痛みや悲しみが、その場に飛び散るのよ。そうね。しぶきのように。私の指はそのしぶきを読み取るのよ。そこに残された人の感情を読み取るの。センサーね、その人の指って。人間の気を測るのに手をかざしたりするでしょ？手のこの部分ってとっても敏感なものね。ですからその方はいつも手袋を手放さないんですね。そうしないと何気なく触れてしまったものから強烈な過去を引きずり出してしまいますから。じゃあさっきのあの時もあなたには見えていたんですか？その様子が。ええ、見えていました。はっきりと。その瞬間が。私は随分いろんなものを見てきたんです。この指で。普通の人なら絶対見ないような、そんな光景をいっぱい見てきたんです。ねえ、知ってますか？人が人を殺す瞬間の顔がどういうものか。私は知っているわよ。その時人の顔がどんな風に見えるのか。僕も見たことがあるんです。あなたほどじゃないかもしれないけど、僕も見たことがあるんです。そうよね。スバルだって普通なら見なくて済むようなことを見てきてるもんね。それが分かったんですね、彼女には。スバル君ならその気持ちを分かってくれるって。でもどうしてその人がそんな光景を見なきゃならないのかな。私にとって必要のない光景であっても、それはある人たちにとっては必要な光景なの。警察にとってですか？違うわ、被害者よ、その事件の。指で過去を読み取る、とんでもない能力を持ってしまったものですね。超能力者の存在は昔から悲劇が多いですからね。どうして？みんな羨ましいんですよ、自分にない能力を持っていることがね。それがどんな能力であっても。今年の春に巡り合った人がいますね。え、その人を大切になさい。はい、私幸せになれますよね。ええ、あなたの努力次第よ。おばさんの占い、気持ち悪いくらいよく当たるって友達が言ってたんですよ。来てよかった。ありがとうございました。お幸せに。はい、次の方。お姉さん美人だからおまけしとくね。ありがとう。待たせたね、ミレ。ううん、いいよ。はい、これ母さんの。珍しいね、私と全く逆の手相だよ。どうしたの？急に昔の話なんてして。あの頃の私は見えてしまうたくさんの未来の重さに押しつぶされそうになっていて、いっそ占いなんてやめてしまおうかって。そんな時、小さな手で一生懸命過去を受け止めている小さなお前に出会って。お母さん。そう呼んでくれるのはお前だけだったね、ミレ。え？別れの時は近いよ。
ごめんなさい。私には何もできないの。私には何もできないの。眠れないの、スバル。もしもこのままあの犯人が捕まらなかったとしたら、また同じ事件が起きるんでしょうか。